皆さんこんにちは。ナエンネオフェニックスチャンネルへようこそ。シアテルです。ツノです。ザリです。マミーです。今日は僕がひらめきました。お、何を？体力測定。プロバスケットボール選手なら身体能力高いということで、すごい記録が出るんじゃないかっていうことです。台本通りですね。まあ今日は体力測定をやるということで、種目は僕横跳び、ハンドボール投げ、内幅跳び、握力の垂直跳び、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 あ、垂直跳び、うん、5個中にもうやっぱ身体能力一番高いと思う。意気込み聞きたいと思う。神ハンサムコメントエヴァリワナスユーフィジカルストロング。はいはい頑張ります。頑張ります。だそうです。まあでもこれパクリなんですけど、まあ気にしないで。あ、言ってくださいよ。これパクりました。すいません。川崎オーレーディレイ記録超えていきましょう。ジャッジとしては川崎さんをね、この4人で抜いていく。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。あ、すいません、握力なんですけど、測定器買ったんですけど届かなくて。あ、そうだった。今のオープニング OK ですか？オープニング、あ、オープニングいいです、いいです、大丈夫ですか？全然大丈夫です。ウィンウィンしくていいじゃない、はい、いいですか？なんか硬かった。硬いですよね。普通にね、硬くなるんですよ、ツヤさん。硬かった。頼むよ。そう、頑張って。ここで71超えたら結構おもろいです。いや、マジこれ71超えたらすごいっすよ。レアレア。よし、よーい、スタート。いや、早くね。ダウン！イエーイ！一般だってめっちゃ速いって。きついよ、まだ。いやいや、やばいやばいやばい。終了。え？ダウン！どうすか？怪しい人は何歳？70って相当っすよ。いい方です。どうだっけ？お前だろ。こういう感じ？あ、そうですそうです。真ん中にいて絶対に始まってんの。ゾウさんどうですか、71回が川崎の選手。いや、すごいっすよ、71回って行ったことないっすよ。やろうか、どうやったらいいっすか。ユーマ藤井を抜きましょう。いや、あれっす。一般男性に一般男性に一般男性に。では、行きます。はい、よーい、スタート。つやさんどうですか？いけそうな気しますか？超えれそうですか？いや、無理無理。つやは無理っす。足が動かないっすよ。つやは無理。やばいやばいやばい。これでも、これ超えたらもう何も言わせないっす。大丈夫っす。まじで超えなかったら一般男性3だから。いや、待って、わかんない。あ、やばいやばいやばい。やばい。やってたほうがいい。やばいやばいやばい。飛ばせろ。いきます。白いくわ。え、あ、ここがゼロ。俺こっからやってた。こっからね。あ、そっ
ッケーオッケーオッケー、あ、それいけるわ。いきます。同じぐらいっすね。2.6。さあ！いやいやいや、すまん。さあ！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 じゃあ、超えまーす。お！いや、お前、これで超えなかったらマジ難しいやつだ。いるね。よし！飛んでますよ。マジですか？垂直60cm。アスリートはどうなの？これで60とかだったらやばいよ。やばいとか言うわ、ちょっと。240。やったろ。お、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 いやすごい、こういったな。ターンメーター8、8、241、8、67。アスリート。アスリート。211ね。211ね。やばいよ。行きます。68?68 艶より飛んでる。じゃあ俺身長あったらダンクできる感じ。68。そういうことか。そういうことか。確かにな。確かに身長あったらダンクできる。そうだそうだ。身長ないから。それ言ったらもう分かる。また違うメンバーでやってみたいと思います。そうしよう。そうしよう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。